はい、頑張らないリンパケア、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、納豆にあるものを混ぜるとめっちゃいいですよっていうお話になります。それは何かというとですね、シラスですね。朝食の定番になってるんですけども、日本食って本当素晴らしくって、シラスというタンパク、動物性のタンパクと、もう一つはホールフーズって言って、すごく大切なのは丸々全部食べるっていうのが本当に健康に素晴らしくいいという話になってるんですね。大きい魚っていうのは食物連鎖で、いわゆる水銀とかね、そういったものがすごく含まれているので、本当にちっちゃい魚っていうのは非常に理想的です。なんで頭の底からそこまで食べれるべきですか？これはですね、やっぱり偏りがないって話ですね。生命そのものを食べるって話になるので、それが成り立ってる完成されたものっていうのは偏りが少ないんですよ。だから骨も入ってるので、カルシウムも非常に高いという話になりますし、内臓なんかもありますし、いろんなタンパク質とかミネラルも全部含まれてるって話になってくるということですね。特にカルシウム、牛乳をねたくさん飲むといいっていうふうに昔言われてたんですけども、実は牛乳をたくさん飲んでる民族っていうのは骨折が多い。逆に骨もろくなっちゃうんですよ。カルシウムいっぱい取ってると骨はもろくなることは分かっていて、これはカルシウムが悪いわけではなくて、マグネシウム不足が原因になります。カルシウムっていうのはマグネシウムの排泄を促進してしまいますので、マグネシウムとカルシウムがちゃんと取れてることがすごく大切なので、やっぱミルクなんかはちょっと気をつけなきゃいけなくって、マグネシウムをちゃんと補ってあげる必要があります。それに対して小魚のカルシウムに関してはちゃんと海で育っているものなので、マグネシウムが十分にあるという話です。あと納豆にもマグネシウムは含有されていますので、その辺がいいっていう話と、あともう一つは細菌がある程度分解してくれてるわけですよ。納豆っていうのは発酵食品なので、4割ぐらいがアミノ酸として、味噌とか納豆っていうのは結構分解されてますので、アミノ酸として存在してるので非常に吸収がいいですね。胃腸に負担もかからないし、菌自体は腸内で善玉菌として働いてくれますので、タンパク分解酵素も含んでるし、さらに腸内細菌の餌になってもくれます。納豆の補走菌っていうんですけども、枯れた草の菌っていう風になるんですけども、腸まで届きやすいです。そして酪酸菌やなんかの餌にもなってくれますので、菌自体も非常に体に有用ですし、タンパクも分解されてるし、アミノ酸として存在してるっていうことと、また小魚なんか入るとカルシウムの吸収も良くなって、マグネシウムも吸収して、それからビタミン K も豊富に含まれていますので、理想的な食べ物になるという風に思っていますと。そうですね、タンパクがちゃんと吸収されて我々の体に使われるってことが非常に大切になりますので、大豆なんかはね糖質も含んでいますから、エネルギー的に糖質もちゃんとあって吸収されやすくって、タンパク質で私たちの消化液とかできているので、消化やエネルギーもある中で消化してまた分解してタンパク質を合成していくっていうところまで全部エネルギーが回る必要がありますので、朝ねご飯と一緒に納豆、シラスっていうような動物性のタンパクとか卵とかでもいいんですけども、そういったものを摂ると。ご飯に関してはリジンが少ないので、ご飯って小茶碗1杯でタンパク質 7g ぐらい入っていますので、納豆が 7g 入っているんですけども、米のアミノ酸に偏りがあるんですけども、それを補ってくれたりもします。リジンがいっぱい入っていますので、そして動物性のタンパクもちょっと入ってるっていう形になりますから、非常にバランスよく摂れるっていうのが美味しい。我々日本人にとって、納豆嫌いな人は別に食べなくていいですよ。健康のために何かをやるっていうことはとっても良くなくて、美味しいもので我々が毎日食べても飽きないものがすごく大切です。で、美味しいもので毎日食べると飽きるようなものっていうのは体には適していないわけですよ。だから甘いものとかステーキとかフランス料理なんか毎日食ってたらもう絶対くどくなるんですよ。日本人がやっぱり肉ばっか食ってるとやっぱりくどくなりますので、毎日食べて粗食でいいので美味しいものをずっと食べてって、いつも言ってることなんですけども、ご褒美でケーキとかステーキとかフレンチとかっていうのは時々食べるようにして、そのためにも毎日のそういった割と健康的なものにしてもらって、チートデイみたいなものを作っていただくっていうのはとても大切なことだと思いますので、自分に対して禁止をするんじゃなくって常に許可をしていく。で、それはやっぱり美味しいものを食べるっていうことがダイエットにもいいし、メンタルにもいいし、でメンタルがうまくいかないと腸はうまく働かないので、我々がこれとこれがいいよって言うと、それをただ健康のために無理やり食べるんじゃなくって、これとこれがいいよってものの中から美味しいもの、自分に合ったものを選んで、たくさんいっぱい出てるじゃないですか、食べ物に関してもケアに関しても、それに関して自分が合ったものをその中で選択していただくっていうのが一番よくって、時々それも変えてあげる必要があって、毎日毎日それだとやっぱりちょっと偏りますので、時々それを変えてあげながら、やっぱりこっちの方がいいなっていうのを
をベースにしながらどんどん変えていくっていうことで、どんどん体っていうのは食からもね、ケアからもやっていくととてもいいと思います。ぜひね、皆さん納豆とシラス好きだったらね、やってみてください。やるとシンプルに消化がしやすくなって代謝が上がって健康にもなって痩せ体質になるっていう、そういうことですね。まあ痩せ体質というのは太りにくくなるって言った方がいいかもしれないんですね。で、みんなこう痩せよう痩せようとしてしまうんですけども、すごく大切なのは太りにくいっていうのが一番、要するに代謝がいいっていう状態、エネルギーが回るって状態だと不必要なものが欲しくなくなってきます。なのでさっきもね、時々はいいって言ってたんです。もうジャンクフードなんかも時々はいいと思うんですけども、ジャンクフードとか食べたくなくなっていきますので、ジャンクフードとかなんか体にあんまり良くないものっていうのは、ちゃんとしたものを食べていくことによってあんまり欲求がなくなってくるっていうのが正常なんですね。だからそれを目指していただくっていうのが一番太りにくくなるから、結果的にはね、やすくなるという形になりますから、まず目指して太りにくい体質ですね。そうするとだんだん徐々に月に2キロ以上減らしちゃダメで、だいたい1キロぐらいまでに抑えていただければ、月に1キロなんかも減りすぎぐらいで、1年12キロも減ったらやっぱちょっと異常なんですよ。だからゆっくりそうやって減ってったものは絶対にリバウンドが起きないので、ぜひね、皆さんも自分の好きな食物を探す、すごくやっぱりそれに興味を持って、自分の食に興味を持って食べ物を悪者にしないことがすごく大切になると思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、質問とか感想などありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。それからですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録お願いします。